ハローユンクス、ビゲッツ、ミヤゲッエスグッド。イヒコヒホイテン、ミソスペ。まず、料理をする前に手を洗います。しっかり拭いて、作ります。材料はこれを使います。わかめ、味噌、豆腐とだし。鍋に水を入れます。そしたらこのだしを入れます。沸騰するまで待ちます。だしは使っても使わなくてもいいですが、味がしっかりつきます。お湯が沸騰してきたらだしを取ります。豆腐を切っていきます。どんな大きさでも好みでやってください。自分は結構四角が好きです。そしたら豆腐を入れていきます。わかめも入れていきます。味噌も入れていきます。味噌はお玉で取って、お湯につけて、お湯につけながらこう溶いていくと固まらないんで、小さい頃からこうやって習います。出来上がりはこんな感じです。完成です。Ich mag Miso-Suppe。Ich esse jeden Tag. おいしい。うん。フェアブース。皆さんもぜひ作ってみてください。